冬本番といった感じですね。風も強いですし、あまり長い間外にいると体が冷えてしまいそうです。だね。せっかく練習で動いて温まったはずなのにもう寒いよ。でしたらもっと体が温まるようにさらに練習すればいいのです。これ以上練習してたら日が暮れちゃうわよ。でも本当に寒いね。風邪ひいちゃいそう。こう寒いと何か温かいものが食べたくなるわね。くーくん、みんなで鍋パーティーがしたいです。いいねいいね。あったかいお鍋にまんまる肉団子。うー、想像しただけでほっぺたが落っこちちゃいそうだよ。お鍋ですか。みんなで食卓を囲むのはとても楽しそうですね。じゃあ鍋パーティーをしよっか。今度の祝日、ちょうどうちの喫茶店が休みだからキッチン借りられると思う。お父さんとお母さんが出かけるらしいし、アリアも一日友達と用事があるって言ってたから。では食材を厳選して調達しましょう。スクールアイドルらしい鍋をみんなで作るのです。じゃあ当日お昼過ぎに集まろっか。今からすっごく楽しみだな。遅いですね、カノンさん。何かあったのでしょうか。寝坊でもしてるんじゃない。もしかしたら宇宙人にさらわれてしまったのかもしれません。なんでそうなるのよ。あ、カノンちゃんから電話。カノンちゃん、どうしたの。何か用事ができちゃったとか。連絡遅くなっちゃってごめん。実は風邪ひいちゃったみたいで。申し訳ない。どうしましょう。お鍋パーティーは延期でしょうか。いいえ、むしろカノンに栄養のあるものを食べさせてあげるべきです。それはそうだけど、カノン、ご飯は食べられそうなの。うん、食欲がないわけじゃないから食べられるとは思う。そういえばカノンちゃん、今日は家に誰もいないんじゃなかったっけ。うん、お父さんもお母さんもアリアも一日用事があるんだって。わかった。私先にカノンちゃんの家に行ってるね。風邪の時に一人だと心細いでしょうから、千里さん、看病お願いします。じゃあ残りのメンバーが買い出し部隊ってことね。張り切って材料を調達してきますから待っていてください。カノン、待って待って、それはさすがに悪いよ。移しちゃったら申し訳ないし。大丈夫。でも家に誰もいないんでしょ。いないね。ではなおさら心配です。お鍋は私たちで作りますから、カノンさんは家で休んでいてください。みんなありがとう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。任せておきなさい。じゃあ私先に行ってるから、お買い物をよろしくね。では早速、ククたちを買い出しに行きましょう。そうですね。何を買いましょうか。日本では何をよく鍋に入れるのですか。特に決まりはないと思います。その時に食べたい具材を入れられるのがお鍋の醍醐味ですから。では風邪に効きそうなものを目いっぱい入れましょう。そうね。じゃあ早速スーパーに行きましょう。ちょっと歩いたところにいいところがあるのよ。カノンちゃん、大丈夫。ちーちゃん、うん、なんとか。カノンちゃん、机なんか拭いてないで寝てなきゃダメだよ。だってみんなが買い出しにも行ってくれてるし、ちーちゃんも来てくれたから拭き掃除くらいはって思って。ダメ、掃除は私が代わりにするからちゃんと休んでて。ありがとう、ちーちゃん。でも、ちーちゃんとお話ししたいから、ここで座っててもいい？もう、しょうがないな。無理しちゃダメだからね。スーパーに着いたのはいいのですが。うわうわうわ！なんなのですか？この人の多さは、尋常じゃありません！いつもこの時間はタイムセールなの。
安くいいものが手に入るチャンスなのよ。ですが、こんなに人が多いと食材を選ぼうにも選ぶま。キャーニャーニャーニャー。タイムセールの激戦で鍛えられた主婦たちは強敵よ。ギャラクシー。それより何を買うか決めないとです。このままでは全部先に買われてしまいます。ネギよ、風の時にはネギが一番だわ。私、ネギを取ってきます。カノンさんのために。キシュ。風だけじゃなくて誰かに噂されてるのかもね。ちょっとやめてよ、ちいちゃん。冗談冗談。悪化したら良くないし、少し横になっておいでよ。準備は私がしておくからさ。ありがとう。そうだね、みんなが来る前にちょっとでも元気になってたいし。うん、あとは任せて。おやすみなさーい。少ししか買えませんでしたね。クク、もうタイムセールはコリコリです。仕方ありません、他のお店で残りの食材を調達しましょう。急がないと夜になってしまいますよ。あ、しまったです。暗くなってきてしまいました。少し時間がかかってしまいましたが、無事に材料が揃ってよかったです。ここからカノンの家までは少し距離があるわ。急ぎましょう。おはよう、ちいちゃん。私結構寝ちゃってた。おはよう、カノンちゃん。体調はどう？うん、さっきより良くなったよ。あ、もうこんな時間。もしかしてみんな帰っちゃった？うんうん、買い物に時間がかかってるみたい。でもさっき連絡があったからそろそろ戻ってくるんじゃないかな。お待たせしました。遅くなってしまって申し訳ありません。食材選びに悩んでしまいまして。みんな、お買い物を任せちゃってごめんね。寒くなかった？気にしないの。その調子だとだいぶ回復したみたいね。うん、寝たらすっかり体も軽くなったよ。お腹空いちゃった。では早速スクールアイドル鍋パーティーの準備に取り掛かりましょう。私も手伝うよ。ダメよ、カノンは休んでなさい。今日はみんなでカノンに鍋を作ると決めましたから。ありがとう、みんな。できた。とてもいい匂いです。ふーん、肉団子バッチリまん丸だね。肉団子には生姜を入れてあるから風邪に効くわよ。スミレは意外と料理が得意ですね。いただきます。おいしい。おネギも出汁を吸って甘く煮えています。お豆腐も美味しいです。白菜もいい具合に味が染みているわね。肉団子も熱々でたまんないよ。ごちそうさまでした。わー、美味しかった。クーク、満腹です。わー、食べてすぐ横になるとドルわよ、クーク。あ、それは勘弁です。肉団子の生姜のおかげでしょうか、体が芯まで温まっています。うんうん、かのんちゃんもしっかり食べられた？うん、みんなが作ってくれた美味しい鍋を食べられてもう元気いっぱい。これで明日からも練習頑張れそうだよ。元気になったのは何よりですが、病み上がりに無理をしてはダメですよ、かのんさん。そうそう、ぶり返しちゃったら大変だものね。う、気をつけます。じゃあそろそろ片付けよっか。クーク、お腹いっぱいで動けません。私も。しょうがないな。レンちゃん、手伝ってくれ。
寝ちゃってるね。寒い中お買い物してきてくれたんだもんね。もうちょっと食休憩しよっか。みんな今日はありがとね。